天宮信也は、日本の弁護士、法学者、駒沢大学名誉教授、同大学学長、中国遼寧大学名誉教授など歴任。山梨市出身。1953年、山梨県立氷川高等学校卒業。同年に山梨中央銀行入校。1956年中央大学法学部、法律学科に入学。 在学中の1959年に、司法試験合格。1960年、中央大学卒業。1962年、弁護士登録。1969年、駒沢大学法学部講師。助教授を経て1974年、法学部教授に就任。1983年、日本比較法研究所客員研究員。 駒沢大学法学部長、1994より副学長。1998年、駒沢大学学長に就任。2001年から2009年まで、日本ディスクロージャー研究学会会長。2003年、中国遼寧大学名誉教授。2005年、駒沢大学名誉教授。2005年から2009年、山梨県立大学運営諮問会議員。 2006年、日中東北開発協会上任理事。2007年から2010年、金融検定協会理事長、会長。その他、上場会社及び、公益法人、業界団体、国際団体学会などの監査役、理事並びに、法律顧問、山野市主観光大使を歴任。1991年、小田急蔵弁護士の事務所を承継。 甘宮晋也法律事務所所長。他は国立国会図書館を参照。ありがとうございます。